二人,秀志君二人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、5人の先生方、えー、参考人の皆さんにおかれましては、という高いご見識からの,、えーあのご,えー、ご発言いただきましたことをまず心から感謝申し上げます、えー。それでは早速質問に入ります。えー、まず、えー、三宅先生にお伺いしたいと思います。えー、三宅先生、今もご発言されました。 あの福田元総理のご発言を含めて、ですねこの公文書の、あるいはこの情報管理の大切さということをご教示いただきましたが、あの先生、冒頭のご発言の中で、明確におっしゃいました、えーえーこのえー、この法案のですね最大の問題というのは、えー、まさにこの衆参の,この情報監視審査会、この審査手続きがないこと、えー、根本的にこれが問題だということでご発言されました。あの実際です、ね、昨日ですすねね昨日高市大臣 えー、重要経済安保情報特定秘密と同様に、この情報監視審査会の対象することに、政府として不都合はないということを昨日、えー、この内閣委員会におきまして、高市大臣がご発言されましたが、えー、もちろん、えー、先生、先ほど来、ね、この大切さ、しっかりとこの対象していくべきだと、ご発言されてましたが、それではです、ね、ちょっと視点を変えて先生にお伺いさせていただきたいのが、えー、例えばですねもしこの情報監視審査会の,この対象しなかった場合には、 どんな問題が生じてくるのか、その点に関しては先生のご,、えー、ご見解、お聞かせください、お願いいたしますはい宮参考人対象,、えー、た対象にしなかったことでどういう問題が出てくるのかということは、逆に言えば、10年間で対象にしたことによって、どんなことが分かったのかということをお話しすればよろしいかと思います。 例えば、あの私、この資料の中に少し入れておきましたが、えー、1年未満の、えー、別紙の7のところでございますが、えー、法制定当時は、保存期間1年未満の特定秘密が年間で44万件を超えて存在する、1年未満で廃棄される特定秘密が44万件あるわけですよね。で1年以上 ということで、ずっと保存されていく。特定秘密は5年、5年、5年、5年ということでいきますし、今回の重要安保情報もですね、経済安保情報も5年、5年、5年というような形で、特定秘密方法の枠が同じように作られてますけれども、えー、情報監視審査会があればこそですね、そのようなことが分かったわけでございまして、果たしてこの1年未満で廃棄されるものが44万件もあっていいのだろうかと。 いいうこととが言えると思いますそれからもう一つは、えー、指摘のところで申しますと、10ページのところに、適正評価の実施にあたり、評価対象者が不同意とした場合や、評価の結果、不適合と、手書された不利益を受けないことを担保する制度を設けるべきだということで、これはまだ情報監視審査会でも、こういうことまで十分な審議はされておりませんけれども、あのー、やはり、 膨大な個人情報が内閣に集められて、それがどういうふうに運用され、あるいは漏れるかということは、国民にとっては最大の関心事でございます。先ほど、学術会議の委員の例をお話ししましたけれども、これは一般市民にとっても同じようなことが言えるわけでございまして、セキュリティクリアネスの対象になる人についてですね、こういうことができたとき、起きたときに、 苦情申し立ての制度だけでは不十分だと、今でも情報監視審査会のでは、苦情申し立てが若干あるような報告は少しありますけど、あの報告書、特定秘密の方法についての報告、見てるだけでも、まだまだ不十分ですが、しかし、情報監視審査会があればこそ、これから改善の余地がありますけれども、そういうところも、あのまあ秘密会があれば、政府に情報を出しますよということがあのよく、 積極派の方々に言われますが、やはり常設の委員会として、情報監視審査会があるというのはとても大事なことでございまして、あの今言った2点が、ですね今回、この制度の中で、情報監視審査会が制度となっていないことの大きな問題点と、逆に言えると思います、以上でございます、はい、鳥秀君。はいえー、先生、どうもありがとうございました。 あの、明確にご答弁いただきまして、今後の審議にしっかりと生かさせていただきたいと思います。え次にですね、あの、斎藤先生に、えー、質問させていただきます。あの、先生がこの、どのような法律、秘密が指定されているか不明確であるということで,ですね、国民の代表であるこの、えー、この国会でしっかりと、えー、この処罰範囲はこの明確にすべきだと。えー、この官僚が作る運用基準で特定者不十分だということでですね、大いに賛同させていただいた手段なんですが、 あの先生、いただきましたこの資料のですねこの1月のこの報告書ですか、そこにも記載があります。あのえ適正なこの秘密姿勢がなされているかどうかをこのチェックするために、ですね政府から真に独立したこの機構を作ることが大事だということなんですが、ここをですねもう少しこの具体的にえ教えていただけますでしょうか。お願いいたしますこのと金の関係で はいはいありがとうございますえー、っとごめんなさいえー、っとだえー、っと新に独立したというのはえー、っと秘密指定についてのということですねあどう関係してくるのかあはい<あ>はい。はい えと秘密指定についてきちんとチェックするところが必要だというのは、えーまあ、今、あの独立公文書管理官というものがございますけれども、えーまあ、ノーリターンルールというものが適用されない、ですから、どうも見てると、検事さんとかがやってきて。えーでえー まあ最高権の検事さんとかがやってきて、また戻っていくみたいな形で、腰掛けみたいな形でやられてるんだと思うんですね。えー、ところが、ISOO というアメリカの秘密指定解除に関わる機関のトップは、例えば CIA とかから人がやってくるわけですけど、そういう人は戻らない、戻らないから腰掛けではないわけですね、一生懸命やるわけですね。 やはり、どこかからやってきて、またどこかに戻るということになると、えー、自分の出身の省庁のことを忖度するというのは、人情としてあるんだろうと思うんです、でも、いや、CIA からやってきても、ここに骨を埋めるんだということであれば、覚悟もできると、えーで、しかも知見もあるわけですね、でそういう知見と覚悟を使って、えー、チェックをするということが、ノーリターンルールを作ればあ可能なんではないかと思ってます。それが、えー、独立した第三者による チェックというのは、最低限そういうノーリターンルールによる、えー、そういう人事体制が取られた期間によるチェックが必要だろうということだと思います。 まあちなみに言うと、情報監視審査会も、まあ、そういう意味では第三者機関性はあるとは思ってるんですけど、ただ、あの三宅さんがおっしゃられたように、非常に情報監視審査会、重要なんですけども、えー、まあ毎年情報監視審査会、衆議院、参議院、報告書を出しておりますけど、えー、見ておりますと、やはり独立公文書管理官や行政の対応が非常に不十分だということを、毎年おっしゃられているようです。えー、例えば特定秘密については情報監視審査会 に出さななきゃいけないけということになっているけれども、それ以外の秘密もちゃんと出してくれというようなことを、毎年報告書の中で言われているようです。ということは逆に言うと、あまりちゃんと出してくれない、えー、つまり行政の方が情報監視審査会の先生方にきちんと情報を出さないということがあるんだと思うんですね。 まあ,あとはその特定秘密を提示することを求めるについては、えー、過半数の決議がないと提示を求められないということになってますので、えー、そうすると、なかなか簡単には特定秘密を出せというふうにも言えない、まあ、そういう意味では情報監視審査会も非常に重要な機関ではあるけれども、えー、まあもうちょっと改善の余地があると、えー、まあそこら辺ももうちょっとこう今申し上げたところを改善していくと、第三者機関としてえ秘密指定をきちんとチェックできるものになります。 ある可能性はあるだろうと思っておりますありがとうございます鳥肌一君はい、はい、先生ありがとうございましたそれは次に移りたいと思います、えー、次にですねあの坂堺田先生のお伺いしたいと思いますあの先生あの、えー、最後にですねお話しされた中であの今回の法案でですね産業界が一番この期待していた部分でですねまさにこれ一番ニーズがあった部分で残念ながらそこが十分にこの期待を揃えなかったと 要請でご発言ありました、えー、この民間堀の,の情報である CUI ですか、ここに関してですね、あのー、今後どういった形で先生、あのーまあ、今回、今、法案審議進んでますが、どういった形で国会に期待していくのか、それと、なぜ今回、これだけ重要な、私もほ、あ、かの有識者会議のメンバーの方からも、やはりここが一番、あのー、進まなかったということをお話し先生、同じご意見いただいたんですが、そのなぜここをうまく盛り込めなかったのか、障害があったのか、その点に関して、 ごご質問ありがとうございます。私が先ほどのお話の中でさせていただきました通り、あり、本当に今、日本の国もそうですし、企業も、まあ、恐ろしいほどのリスクにさらされていて、リスクっていうと、あれなんだけど、実は犯罪行為なんですよね、海外からのサイバーテロうとこれ、犯罪なんですよ。 情報を盗まれ、重要技術を盗まれ、ノウハウを盗まれ、企業が潰される、ま、場合によって日本国もダメージを受ける。 でこれ、国内だったらまた刑法で及ぶところもあるんだけど、海外からのアタックってそれができないっていうね、もうとてつもない危機に、企業の経営者でさらされてるわけです。で、企業って当然、警察権、そういう行使もできないし、強制的に何か開示もできない、だから何とかしてくれっていう話があるわけです。で、その中で、今回の,あのセキュリティクリアランスの法案あ、重要経済安保情報のほう、これも実はすごく大切で、これができることによって、施設クリアランス、組織クリアランス、人のクリアランスができるわけで、 すごくありがたいんです。でも、これはあくまでも国から情報をもらうときの、まあ、その要件,要件というかそう、そういう効果なので、そうじゃなくて、もともと自分が持っている重要情報をどうやって管理するのかということを考えたときに課題が山積していると。で、これが実は CUI の制度なんだと、こういうことなんだと思います。 なので、あのその CUI をどういうふうに守るかというと、まあ、この,の CUI っておそらくアメリカでもかなり数が多くて、ですねで、これはアメリカも国が、あの政府が、ばくランチェックをしてるわけではありません、でもその、先ほど言った SP8171 という基準によって、いろんなチェックをしてるわけで、それと類似の制度を日本でも導入すべきだと。 こういうのがおそらく産業界、特にグローバルであの活動されている企業の方々のご意見だというふうに思っております。はい、藤井裕之君。はい。どうもありがとうございました。あのちょっと時間のあれ時間ありませんのであの、えー、次移りますが、あの大沢参考人とですね、またあの酒井田先生の方に、えー、お伺いしたいと思っております。あの今回の、えー、セキュリティプラの制度がですね、この導入された後。 あのまさにですね、この我が国として、同盟国であるアメリカだけじゃなくて、同志国、他のですね、この国々とも、さまざまなこの,、えー、この連携というのがですね、期待されると思うんですが、えー、まさにこのファイブアイズやオーカスも含めて、ですね、今後どういった形で、その可能性が、えー、連携の在り方ですね、可能性が見えてくるのか、国際的な枠組みとして、どういうふうに進んでいくべきなのか、その点に関してはご見解をお聞かせください。お願いいたします。 大沢参考人太さんありがとうございます <laughs> あの特にこのセキュリティクリアランス制度が導入されますとです、ね、サイバー面に関しては、まあ、この今後、あの第6世代っていうか、次期支援戦闘機の共同開発とかです、ね、装備品の共同開発がなされると思いますけれども、あのこういった当該国、連携国からですね、 日本の防衛産業のサイバーセキュリティを守るためにです、ね、この攻撃情報を共有したいというあの意見を寄せられております。まあ、ただ、彼らが気にしておりますのは、それを情報を渡したときにです、ね、有効に活用されるのか、まあ、また情報がちゃんと保全されるのかというところを気にしておりますので、 まあそういう点ではこの諸外国ときちっと同等の制度を作ってですね、えー、情報交換この共有情報の交換がシームレスに行われるようになるということがあの期待をされるというふうに考えておりますありがとうございます。はい、えー、高山さんごに。はいありがとうございます。あの本当に <laughs> 同盟国同士国との連携というのが不可欠でですね私さかい先ほど申し上げましたよう日本の政府もそうかもしれないしあと企業は さまざまな犯罪に今巻き込まれてるか被害に遭ってるし遭おうとしている。でこれは実は実海外の 同盟国、同志国の企業とか政府も同じなんですよね。海外政府がサイバーアタックに遭うというのはよくあります。それから海外の企業がこれによってインフラが停止したとか、甚大な被害を受けたとか、あそういう財,財産的被害を受けたというのは、埋挙にいとまがないわけで,で、これを同盟国、同志国、それからあそういった企業が連携して、それにまあ対応しなきゃいかんと、こういうふうな切迫した時代なんだというふうに思います。なのででこれはもももううそすしそういった そういったところに、今まで実はセキュリティケースが制度ないために、日本は参加できなかったんですよ。これは日本の国を非常に非常に困難な状況に陥っていた一つの原因なので。この原因を除去してもらうというのは、私は重要だというふうに思っております。以上です。はい君時間です。はい。ええ、どうもありがとうございました。時間になりました先生方とも、あの、ごし、ええー、ご指摘いただきました。ありがとうございました。